あのさ、ねえ、うん、おい、あ、よし。エヴァンたち神聖王国一派は進路を東へ取った。未だ未開の地も多い美しき大地、グレーナス平原。そこは彼らが再出発をする希望の大地となりうるのだろうか。第三章、運命を決める町。じっくり見ていきな。ビシッとな。
頑張ろうね。いただき。切れる。いただき。行こう。頑張ろうね。油断するなよ。
よし。おい。おお。おお。僕たちの勝ちだ。
おう。うん。油断するなよ。はっ、いただき、うん、オッケー、いただき、みんな気をつけて。私に任せて。いただき。Thank you.
行こう。よし。お買い物ですか？また来てください。雨では困るんだよね。
油断するなよ。準備はいいか？
頑張ろうね。行こう。さあ、早くやっちゃおう。
こう。さっさとやるよ。始めるぞ。行こう。頑張ろうね。
さっさとやるよ。それ準備はいいか？準備はいいか？Yeah.
ね。おい、ほう、おう、you
ら気をつけて。いただき。準備オッケー。それでは。
始めるぞ。何じゃお前らは。ん？はい。むむ。はい。
な。ねえ、はあ、よし。気をつけて。いただき。準備 OK。 いただき。跳ねてもらっちゃ困るんだよね。私に任せて。Thank you.
準備はいいか。私に任せて。いただき。舐めてもらっちゃ困るんだよね。
始めるぞ。始めるぞ。準備OK。
準備はいいか。私に任せて。Yeah!
ほう。うん。ねえ。よし。また来るんだよ。かあ！いつでも来なされ。よっしゃぜ。いらっしゃいませ。またね。
なあ。何？うん。いよいよだね。今回はどうなるんだ。どうか一度目を。ドキドキするね。これより今月の税金をお伺いする。
なんだ。あの、ダメだなあ。よし、ほう。金を返すまでこいつがお前につきまとう。逃げられはせんぞ。金返せ、金返せ、金返せ。金返せ。ん、なあ。あ、え、うん、ほう、うん、なあ、うん、ふふ、おう、金返せ。
なあ。ああ。よし。おや。ねえ。何？よく見ててね。1を押すと1が。5を押すと5が、2を押すと2が出るわけ。すごいな。ほう。よし。いや。ほんで。ないな。うん。よっしゃ。さあ、どっちを選ぶ？赤だ。来た。作戦実行や。行くぞ。今や。
そんなバカな。な。あのさ、はい。ねえ。ふん。やれやれ。えい。おい。ん？何？ち。ああ。やれやれ。よし。いや。ああ。ねえ。ほう。よし。はい。おお。ん？うん。うわあ。ありがとう。
よっしゃ。よろしくな。始めるぞ。準備はいいか。
行こう。なあ、うん、うん、ああ、うん、はい。
ああ。なあ。うん。よし。行こう。
どうも。はい。やれやれ。はい。なあ。ほう。よし。ああ。さあ。さあ。
おい。ほう。証拠は偽物です。さすがサイコロ様は分かっていらっしゃる。今だ。よっしゃ、任しとけ。ん？何？ん？どういうことだ。サイコロがおかしいぞ。もう一つ、あなたに訴えがある。サイコロ様でもイカ様をしている件だ。このリモコンでね。なんだあれは。守護神ウルデラコン。あれがか。ウルデラコンが町に現れるなど、どうしたというのだ。六目義先生術長、貴様は王としてふさわしくないとみなされた。すべては計画通り、新玉泉をいただくぞ。行こう。行くよ。
あ？うん。ねえ。なあ。しかし。ああ？ああ、はい。はい。ありがとう。感謝します。しかし、いやー、はい。はあ、ああ、うん、うん、なあ、うん、ああ、なあ、むむ、うん、うわ、うん、うん、あ、おう、うんうん、あ、面白そうな匂いを嗅ぎつけてきやがったぜ。やつら待ちきれなかったと見える。すごいや。ほう。うん。おい。よし。ああ、うん、ほう、ねえ、僕の国の名前はエスタバニア。これが僕たちの新しい国の名前だ。
ねえ。おう。お前ら、国王のエヴァン様が皆にお言葉をおかけになる。しかと耳にせよ。みんな、この新しい国にはどんな困難が待っているかはわからない。でも僕は作りたいんだ。みんなが笑い合える豊かで美しくて、そして平和な国を。エヴァン、みんなこの僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。よ、王様、なかなか決まってるじゃん。エヴァ、元大統領も真っ青の立派なスピーチだ。ここから始まるんだね、僕たちの王国が。エヴァ、どこまでも付き合ってやるぜ。お前がその道を進む限りな。みんな、ありがとう。ニルの計らいで多くの協力者がエヴァンの元を訪れ、彼らの国づくりは着々と進行していった。こうしてエスタバニアは国としての一歩を踏み出すのであった。アルフィニーの望んだみんなが笑い合える素晴らしい国になるために。なんだか浮かない顔しているね。せっかく国づくりが始まったのに。うん、それは嬉しいんだけど、まだわからないことだらけで不安がいっぱいだよ。二の国を滅ぼすほどに大きな力を持った邪神の復活、本当に僕に止められるのかな。そうだね、君だけでは無理だ。でも君はもう一人じゃない、そうだろ。僕は一人じゃない、仲間ができたんだ。そうだよエヴァン、その仲間と一緒に君の前に現れた道を一歩ずつ進んでいくんだ。そうだね、できることからやってみるよ。頼もしくなってきたね。それじゃあまたね。うん、またね。